昨日に引き続き、なにわクラブさんで、お荷物の、お手伝いをしたいと思います。今通天閣の下を歩いております。今日ね、頑張ったら終わりなので、精一杯頑張りたいと思います。それではスタート。食べたい串カツだるま。いただいてました、すっごい素敵な劇団さんで、みんなすごく皆さん、優しく声をかけていただいて本当に楽しくお仕事ができました。本当にありがとうございました。ですね、千秋楽見に行かさせていただいたんですが、面白い喜劇だったし、舞踊がなんかお客さんとの、ね、距離がすっごい近くって、お客さんがすっごい喜んでるなっていうのを感じました。いろんな劇団さん行かさせていただいたんですけども、あんなになんかすっごい喜んでる姿って見たことないなって感じました。で後ろの、ね、お母さんに仕掛けてもらって、ここの劇団はねって、すごくこうファンとの接し方がすごくいいんだっていうのをおっしゃってました。本当にそうなんだなというふうになんか実感できて、すごい素敵 なんか愛のあふれる劇団さんなんだなと思いました。またね、1ヶ月なにわクラブで公演がありますので、ぜひ皆様、足を運んでください。とっても素敵な劇団さんです。それでは私はお家に帰ります。それではじゃあねー。